じゃあ読み込みを開始します。A 吉の固有情報の前に共通情報から見ていこうかな。共通情報ですが、クジラについて、あなたたちは物心がついた頃からここクジラで暮らしている。それはその通り。で、壁について、クジラを囲む高い壁、秘密基地の2階や世界中よりもはるかに高い。カラスは越えてこれたんだよね。子供部屋について、それぞれが過ごす部屋が、全部で5つある。それぞれの部屋には鍵がついている。部屋に入ったら鍵をかける。部屋を出るときも鍵をかける。夜の19時にはベッドに入って眠る。そうだね。倉庫について、保存食を管理している場所。8年前までは大人さんが管理していて、その時には大量の保存食があった。100年分本当にあったんやな。なんか誰かがこう持ってきてるんかなみたいなことちょっと考えてたけど、本当に100年分あるんや。で、現在は A 吉が管理、僕だね。教会について、毎日昼の12時にお祈りをする場所。お祈りは少し苦しいけど毎日続けることが家族の約束だ。お祈りが少し苦しいって何やってんやろな。それが書いてあるのか。教会には後ろに大きく倒れる椅子がある。その椅子に座ったら目を閉じて口を大きく開けて待つ。ほう。すると大人さんが口の中に棒のようなものを入れてくる。しばらくすると大人さんはどこかに行く。さらにしばらく待って帰ってきた大人さんが、もう目を開けていいぞと言ったらお祈りは終わり。はあ、なんかね、喉の検査とかするときのあのうえってなるやつ、ああいう感じなんかな。現在は便蔵が大人さんのお祈りを引き継いでいる。あれ？あ、そっか。でも目を閉じて口を大きく開けて待ってたから、実際何を突っ込んでたのかって分かんないんじゃないのか。便蔵に聞いてみるか。棒って何？ね。世界樹について、一本だけそびえ立つ高い木のことを世界樹と呼んでいる。カラスの空が住み着いているようだ。空のお世話はモモシーがしている。おー、あ、空はやっぱ生きてるよね。なんかね、18歳の結婚式の写真のところにカラスの羽みたいなのが飛んでたから、やっぱまだいるんだろうなとは思ってたんだけど、そうですね。タンポポ畑について、秘密基地の下に広がるタンポポ畑。朝の6時にはみんなでタンポポ畑に集まって体操をする約束。現在はランディが体操リーダーを引き継いでいる。そうだね。秘密基地について、秘密基地には鍵がかかっていて大人さんしか入ることができない。2階建てでかなりの高さ。あ、やっぱ2階だけどめっちゃ高いんやね。だから人が死ぬぐらいの高さではあると。8年前、大人さんは秘密基地の2階から飛び降りて死んでしまった。それ以来秘密基地には入ることができない。そうだね。ゴミ箱について、保存食を食べた後に出るゴミを捨てる場所。かなりの深さだ。なんか自分で捨てることっつってたから、みんな自分で捨てに行ってんのかな、それぞれね。で、家族の約束。大人さんから教えてもらった家族の約束。約束を破ると飯抜き。6時にタンポポ畑で体操。9時に子供部屋で保存食を食べる。12時に教会でお祈り。19時に子供部屋で寝る。で、子供部屋入ったら鍵かける。出る時も鍵かける。秘密基地入っちゃダメ。そうだね。OK です。ここについては把握しました。そして A 吉の情報。あなたは保存食をつまみ食いしている。あ、まあやりそう。8年前、10歳の誕生日、あなたは倉庫で大人さんと2人で話した。その時あなたは大人さんから伝えられた。あなたたちはとある病気で長く生きられない。A吉は特に体が弱いから19歳までしか生きられないだろうと。あと1年じゃん。え？で、大人さんは必ず治してやるから安心しろとあなたに言った。それなのに大人さんは自殺した。結構絶望の淵にいるよね、A吉は。僕は。大人さんは僕のことを諦めたんだ。あなたはそう考えているが、自分が19歳までしか生きられないことは誰にも伝えていない。いいやつだな、A吉。このことは他の誰にも言ってはいけない。家族の約束だ。あ、それも約束に入ってたのか。大人さんがそう言ったからだ。あなたは自分の死が迫っていることと、その不安を誰にも相談できないストレスから、つい保存食をつまみ食いしている。倉庫にはもう保存食はほとんど残っていない？ 100 年分もあったのに？そんなに食ってたの？
吉、僕はい。で、じゃあ昨日の行動について見ていきましょう。14時に結婚式が終わり解散。ちょっとこれ見とこうね。14時結婚終わり。はい。で、15時に倉庫の整理。ああ、保存食ね。整理って言ってもさ、自分が入って物取って出ていくだけだから、そんなに散らかる要素ないような気もするけどね。という名目で僕はいつも倉庫の中で保存食を食べている。そういうことだよね。倉庫の中は僕が食べた保存食の空き缶でいっぱいだ。あ、これゴミに捨てられへんもんな。見てバレちゃったらやだからね。普段倉庫には僕以外誰も入れないように注意しているんだけど、この日は結婚式とかもあって疲れていたのか油断していた。鍵を閉め忘れていて、いい子が倉庫の中に入ってきた。え？いい子が15時に入ってきた。栄吉、ちょっといい？え？あ、バレちゃった。倉庫の中を見て驚くいい子。そこには大量のゴミと保存食を食べる僕がいた。何か言おうとするいい子を制止して僕は話してしまった。大人さんから19歳までしか生きられないと教えられたこと。だから保存食を食べてしまったこと。これいい子には言っちゃったよな。うん、まあそうよね。なんか理由がないとね。これまでずっと一人で抱えてきた悩み、それを誰かに伝えられたことへの安堵と、僕の話を信じてくれるかわからない不安で、いい子の顔色を伺う。いい子は、そっか、もうすぐ死ぬんだとつぶやいた。はあ、ちょっとドライ？あ、いい子は勘違いしている。19歳までしか生きられないのは僕の話だよ、といい子に伝えようと思い、去りゆくいい子を追いかけようとした。すると、どこかに隠れていたランディが、いい子の後をこっそり追いかけていくのが見えたので、僕は足を止める。何？怪しいな。15時。出ていくいい子と、その後ろにランディ。ランディはいい子に夢中で僕に気づいていなかった。ランディにまで倉庫を見られるわけにはいかない。僕は倉庫に戻った。ね、しっかり鍵かけたのかな？ランディはなんでいい子の後をつけていたんだろう。なんだなんだ。ランディ、まあなんかつまんない理由な気もするけど。で、15時半。はい。15時半。僕が保存食をつまみ食いしていたことをいい子がみんなに言いふらすかもしれない。倉庫の中の大量のゴミを片付けて捨てよう。倉庫にゴミさえなければなんとか言い訳はできるだろう。僕は必死になってゴミを片付けた。ゴミ以外は目に入らない。じゃあこの時にこっそり誰かが倉庫に来ていたとしてもわからない。ゴミ掃除に夢中。うん、ちょっとこの時間やだな。しかもこの時間僕は誰からも見つけられずに一人で倉庫の中にいたんでしょ。嫌な時間だな、これは。早く奈落に落としてしまえばいいのね、ゴミ。定期的に。全部倉庫の中に置いといちゃってたのね。16時半、大量の保存食の空き缶を大きな袋に詰め終える。僕は倉庫を出て、倉庫の扉にしっかりと鍵をかけた。大きな袋を引きずって、ゴミ箱へと持っていく。かなり重たい。途中、世界中にモモシーといい子がいるのを見た。いい子がモモシーにくっついて何かしている。ゴミを見られるわけにはいかない。気づかれないように通り過ぎた。16時半に、いい子とももし世界中にいた。ってことはこの時点でまだ、いい子とももしはいい子は生きていた。だね。で、17時。ゴミ箱についた。大量の空き缶が入った大きな袋をゴミ箱に投げ捨てる。ゴミ箱の中は深い穴になっているんだ。あまりに大量のゴミだったのか、落ちた衝撃でドンという大きな音がした。ドンという大きな音がしたが赤字で書かれているので、これは結構ポイントになるよな。ドン、これ誰か聞いてそう。この音、いい子が落ちた音みたいに思ってしまうかもしれない。うん。
重いものを運んだせいで疲れてしまった。ゴミ箱の横に座って休憩していると、モモシーが駆けつけてきた。17時半ね。地面に座り込んでいる僕を見て、どうしたの、英吉、大丈夫？と聞いてくるモモシーに、大丈夫だよ、と返す。ゴミ箱で何かあった？さっき大きな音がしたよね、と聞いてくるモモシーに、僕も大きな音は聞いたけど、ゴミ箱では何もなかったよ。違う場所で鳴った音じゃない？と答える。ああ、なるほど。まあ、ゴミ箱には行ったってことはバレてんだよな。星に会う。僕の様子がおかしかったのか、モモシーから少し心配された。二人で子供部屋に戻ることにする。へー、様子がおかしかった。様子がおかしい。これ、何か言われそうだな。言い訳を考えておかないと。で、18時。モモシーと子供部屋に向かう。子供部屋に入ろうとしたとき、またドンという大きな音がした。あ、そうなの？え？ 18 時またドン。また大きな音がしたね。英吉どうする？とモモシーに聞かれた。僕はもう疲れていたので、今日は寝て、明日原因を探そうと提案した。モモシーも疲れていたのか賛成し、おやすみなさいと言い残し、それぞれ自分の部屋へと入った。あ、そうなんや。モモシーと英吉は部屋へ。まあ、その後、モモシーが一回外に出たかどうかわからないけどね。そこで帰ったっていうのまでは見てると。で、18時半。疲れているはずなのにうまく眠れない。部屋の窓から外を見ていると、ランディがふらふらとした足取りで子供部屋に入ってくるのが見えた。ああ、外見えるんだね。鍵閉めてても。ランディが帰宅。ランディはいつも寝る前の時間、クジラの見回りをしている。家族のリーダーとして立派だなぁと思う。そんなランディはドアを閉める音もしないぐらい静かに子供部屋に入ってきた。おお。静かに帰ってきた。そのまましばらくぼーっと窓の外を見ていると、裸の便蔵が子供部屋に入ってくるのが見えた。その後、ランディの後、便蔵。全裸便蔵。全裸便蔵が帰ってきたと。はい。で、19時。やっぱり疲れているのかな。それにしても今日はやけに静かだな。そんなことを考えながら僕は眠りについた。で、寝た。はい。19時に寝て、で、6時にタンポポ畑でいい子の死体を発見したと。で、僕の隠し事、いい子に19歳までしか生きられないと伝えたことを絶対に他の人に言ってはいけない。あなたはいい子が死んだのは19歳までしか生きられないとあなたが伝えたせいではないかと考えている。ああ、そうだろうな。いい子はその事実に絶望し、自殺したのではないかと。自分のせいで家族がいい子が死んだとあなたは絶対に認めたくない。そして保存食をつまみ食いしていたことを絶対に他の人に言ってはいけない。家族みんなが生きていくのに必要な保存食はあと3ヶ月分ほどしか残っていない。このままでは自分のせいで家族が飢えてしまうことをあなたは絶対に家族に知られたくない。倉庫の中さえ見られなければつまみ食いしたことはバレない。倉庫の鍵はあなたが持っている。このことを他人に言ってはいけない。つまみ食いしていること。でも倉庫の鍵を僕が持っているってことはみんな知ってるよな。だって管理人やもんね。ここについていろいろ詰められそうだな。どうしようかな。ここは考えどころやな。ドン。2回目のドン。まあ、僕からすると1回目のドンの原因は知ってるから、2回目のドンが何だったろう。
2回目のドンが落ちた音だとしたら、でもさ、大人さんが死んじゃった時にドンっていう音はなかったのかどうかわかんないな。僕の記憶にないだけかもしれないし、10歳の頃の話やから。まず2回目のドンの音がちょっと怪しいから、全裸ビンゾーと静かなランディはちょっと気になるか、自殺したっていう可能性ももちろんある。どうなんだろう。まあとにかく、15時、僕の行動としては結婚式が終わって倉庫の整理、いつものように倉庫の整理に行った。で、倉庫に行ったら、虫が出たって言おうかな。倉庫に出たら虫が出た。うん。虫が出てきて、それを、そいつが保存食を食っちゃうんじゃないかと思って追いかけてた。で、追いかけた虫を捕まえて、変な虫が出た。うん。わかんないけど、なんか、黒くて、羽のある虫だ。黒くて羽のある虫がすごい速さで走っているのを追いかけて、で、ご保存食が食べられちゃうんじゃないかって怖かったから捕まえて、ゴミ箱に捨てちゃおうって思って、ゴミ箱に向かった、うん、っていうことにしよう。で、ゴミ箱に向かうときにモーシーとイーコが世界中にいたのを見たよ。で、17時に、ゴミ箱について、で、ゴミを捨てたと。その時に、ドンっていう音がしたよ。だな。ももしへの話と辻褄を合わせないといけないからね。そんな感じにしておこうかな。で、僕の様子がおかしかったのは、なんか、よくわからない虫だったけど、すごく怖かったし、疲れていたから、怯えていたんだってことにしよう。うん、皆さん、ディスコードのミュートを解除していただいて。はい。あー、すいません。はい、大丈夫です。ちょっといいですか、うん、最後までやれてないです。素晴らしい。そんなに俺は間に合わせたぞ、はい、これまだ途中です、ごめんなさい。あと2分、3分、遅くない？3分あれば十分ですね。じゃああと3分追加しましょうか。じゃあ3分だけ待ってやる。じゃあ皆さんミュートに、はい、結構待ってくる。皆さんミュートにして3分間延長です。いってらっしゃい、はい、で、19歳までしか生きられないと伝えたことを絶対に他の人に言ってはいけない。うん。いい子が来て、ここから出て行こうとしているところを見た人がいるかもしれないから、そうだな。いい子が倉庫に来て、ここは僕が管理しているところだから、入ったらダメなんだよ、大人さんからもそう言われてたでしょっていう感じで帰ってもらった。大人さんも入れてくれなかったでしょって言って、いい子は確かにそうねって言って、いい子は帰っていった。うん、そういうことにしようかな。15時、僕は倉庫の整理をしていた。鍵を閉め忘れていて、いい子が開いてるじゃんって思って入ってきたんだよ。だけど、僕は大人さんの教えを守りたかったから、
倉庫の管理をしている人以外は入れない方がいいんじゃないかなっていい子に伝えたんだ。そしたらいい子は素直に帰って行ってくれた。で、その後倉庫の中に黒い変な羽が生えた虫を見つけたんだ。僕は怖かったけど、保存食を食べられちゃうのが怖くて、その虫を追いかけていたんだ。で、やっと捕まえて、16時半頃に外に出た。で、ゴミ箱に捨てちゃおうと思って、ゴミ箱に向かっている途中に、世界中にモモシーといい子がいるのを見たよ。何してたのかな？わかんないけど。で、17時、ゴミ箱について、ゴミ箱に、黒い虫の死体、死骸を投げ捨てたんだ。で、その時にドンっていう音がしたね。どこからしたのかわからなかった。とにかく黒い虫が怖くて、ちょっと僕は怯えていた。時間になりました。まあいいでしょう。いや、ちょっとこのキャラクターシート実況で時間いっぱい使ったので、何もメモできていない。あ、なるほど。まあ、それはちょっとわかるけど。まあ今から、まあお手洗い休憩ちょっと挟みながら、一旦まあ録音をじゃ停止していただいて、もう一回録音再開してもらうので。あとなんならそうか、共通情報まだ読めてねえや。あのキャラクターシートの実況しかしてないから。そんなにすごいな。キャラクターシートの実況で今もう時間フル、そんな人によって違うんですね。ちょっと今日3分見たいよ。3分追加しましょうか。すいません。他の人がもう無言になって、なんか食い始めてる。実況熱いな。ね、実況そんなか。ずっと実況している。ゲーム実況者やな。じゃあまあなぜ3分間追加しましょう。ミュートにしてもらって。オッケー。はいはいはい。すいません。おなしゃーす。いってらっしゃい。はい。はい、うん、はい、さあちょっともう一度読み返そう。やっぱりこのお祈りの内容がすげえ気になるのよね。口の中に棒のようなものを入れてくる。それを瓶蔵が引き継いでる。何？何なの瓶蔵？怖すぎんだけど。瓶蔵は普通に引き継いで棒のようなものを突っ込んできてたんでしょ、口に。怖いよ、瓶蔵。で、だから瓶蔵は怖くて、で、何、みんなに聞きたいことなんだろうな。家族の約束。6時に体操。あって、12時に教会でお祈り。した後結婚式があったんだよね、今日は。で、みんな19時には子供部屋に戻ってきて、みんなちゃんと寝たんよね。みんな偉いな。ちゃんと時間通りには動いている。そうだよね。んで、大人さんは必ず治してやるから安心しろって言ってくれてたのに死んじゃったけど、どうなんだろう。何か、大人さんは残してくれてた何かが、でも必ず治してやるからって言ってくれてたから、19歳までしか生きられないっていうのも、なんか大人さんが何か残してくれてるかもしんない。秘密基地に、急に秘密基地の中が見たくなってきたぞ僕は。それも気になる。秘密基地の中入りたいな。とにかく秘密基地にどうにかして入りたいってことがある。だから、瓶蔵棒って何だったの？秘密基地に入りたい。どうにかして入りたい。で、18時頃、静かに戻ってきたランディ。全裸の瓶蔵。全裸の瓶蔵についても聞きたい。全裸の瓶蔵についてももちろん聞きたい。16時半にモモシーといい子がいたのは見てるから、その時点でいい子は生きていた。17時のドンがやっぱり怪しいよな。その時何してたんだろうみんな。
はい、いかがでしょうか。共通情報1ページ目が終わりました。ごめんなさい、2ページ目も行ってきます。いってらっしゃい。3分延長。共通情報、秘密基地には鍵がかかっていて大人さんしか入ることができない。2階建てでかなりの高さ。どんな建物なんだ。2階建てで人が死ぬぐらいの高さってね。まあでもビルのさ、1階が死ぬすごい吹き抜けになってて、ね、2階めっちゃ高いとこみたいな、オフィスビルみたいな塔を想像しちゃうけどね、秘密基地。そんな感じなんかな、秘密基地ってね。で、ゴミ箱については、保存食を食べた後に出るゴミを捨てる場所だね。かなりの深さ。でもさ、なんか誰かがさ、人をもし殺したとしたらさ、ゴミ箱に捨てない？証拠隠滅的な感じでさ、わざわざ死体を残すかのようにタンポポ畑に捨てるっていうのは、相当な恐ろしい考えを持った主か、もしくはやっぱり本当に自殺。もう自殺するにしても自分が死んだってことを知らしめたくて急に失踪した。うん、あ、そっか。だから、うん、あ、でも穴に落として誰かが死んじゃったら、それを探しに行くって言って危険な行為を誰かがしてしまうかもしれないから、それを思ってゴミ箱には捨てなかったとかね。えなんかそんなことなのかな。なんか自殺な気がしてきたな、みんな。やっぱり誰かを疑いたくないし、そうなんじゃないのかな。やっぱりいい子は僕のせいだろうし、だから僕はいい子は今のところ自殺だと思う。やっぱり、誰かが殺したんだとしたらゴミ箱に捨てると思う。だけどそれをしなかったのは、自分が死んだよってこと、誰かが殺したとしても他の家族には迷惑をかけないようにゴミ箱に捨てなかったっていうことも考えられるの。でもやっぱりいい子は分かんねえや。おい。